それでは勝利記者インタビューに入ります。見事新山ボーイドリームエイジカップ優勝に導きました渡来心騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今季重賞初制覇を果たしてあっという間に重賞3勝目を挙げましたけど今どんなお気持ちですか。まあ重賞は何回勝っても嬉しいですね。レース見事に差し切りましたけど今日この馬には、昨シーズンの帯広記念以来の騎乗でしたけどもレース前はどんなことを考えていましたか。そうですね、結構ハンデもらえてたんで馬場も軽そうだったんで、まあ、先行していこうかなとは思ってました。その先行していこうかという、考えでレースに臨まれましたけども道中の位置取りなどはどのように感じてましたか。そうですね、結構出だしが結構遅いタイプの馬なんで、まあ、そこさえちょっと頑張ってくれればなと思ったら今日結構スタートして走ってくれたんで結構いい位置でレースできました。二障害の手前に来た時はその時点でいいこう感触などはあったんでしょうか。そうですね、結構先行ってた馬が障害止まってたんで障害の下でしっかり息を入れればきっと障害上がってくれると思ったんでうまくいきました。下ってからは前には根室ボブサップがいましたけどもあのあたりどんな風に感じてましたか。そうですね、降りてから結構歩いてくれる馬なんで、まあ、ハンデも結構あったんで、まあ、最後まで頑張ってくれればなんとかいい結果になるんじゃないかなと思って真剣に追いました。見事その追いが届きました。久々の今日新山ボーイの騎乗でした。渡来騎手から見てこの新山ボーイいいところどんなところでしょうか。そうですね、まあ、結構鼻は遅れるんですけど障害しっかり上がってくれるし降りてからも結構歩いてくれるんで、まあ、その辺がいいかなと思います。では最後に、寒い中ご来場いただきましたファンの皆様そしてテレビインターネットでご覧になっているファンの皆様にメッセージをお願いします。これからもまだ頑張りますんで応援よろしくお願いします。渡来心騎手でした。以上をもちまして帯広商工会議所賞第12回ドリームエイジカップの勝利騎手インタビューを終わります。関係者の皆様おめでとうございました。